ちょっとごめん、目に米入った。あれくん。顔は普通で、お願いします、顔は。右左。ハンドル回してる感じだよ。右左。はい、どうぞ。どうも、なっちゃんです。はい、ということで本日なんですけども、先日公開したひらりという辻風さんの PV の再現動画が非常に好評で、本日はですね、実際にひらりの PV で撮影した場所のロケ地巡りということで、行っていきたいなと思います。僕たちはですね、今インドはバンガロールとインドがあったら、まあ、この辺に出てますね、南インドの真ん中の方にあるバンガロールというエリアに住んでいて、今回のひらりの PV は僕たちの住んでるバンガロールというエリアで撮影しました。まあ、バンガロール簡単に説明すると、インドの中でも結構発展されている、まあ、都市というふうに言われていてですね、一番有名なのは IT のスタートアップが非常に多いというふうに言われているエリアで、あのバンガロールでいろんなスタートアップが出てきて、どんどんとユニコーン企業みたいなのが出てきているエリアになっています。はい、ということで今回のひらりはこういったところで撮りましたということをちょっと事前に頭に入れて、見ていただければと思います。はい、まずここはどこですか？ここはですね、UB シティというエリアになっていて、バンガロールの本当中心地にあるショッピングモールです。でどちらかというと結構高級なブランドが入っているショッピングモールになっていて、ここ今見えるのがエントランスになっていて、でこの裏に実はオーケストホテルっていうホテルも併設されてたりとかして、日本人が住んでるようなエリアでもあります。じゃあ実際に行きましょう。ひらりは一人きり、さらり明けゆく夕日の中を、今夜も昼下がり、さらり。はい、ということで実際に UBC の中入ってきたんですけど、見ていただいたら分かる通り、ここになんかディーゼルがあったりとか、あっちにルイ・ヴィトンとかシャネルとかあったりとか、してですね、結構ここに来るインド人はインドの中でも中級から上級階級というか、まあ、結構お金を持ってる人たちが来るショッピングモールですね。なので、まあ、見ていただいたら分かるけど、サリーとか着てる人あんまりいないですよね。みんな大体こう私服でカジュアルに着るような。インドってこう汚いイメージ、なんかこうすごいゴミゴミしてるようなイメージが結構ある方多いかなと思うんですが、実際に来てみるとそういうところももちろんあるんですけど、綺麗なこう発展してる街っていうのは結構あって、でバンガロールは結構その中でも一つ非常に発展してる街かなというふうに思います。ここ今一番上に上がってきて、こう広場になっているエリア、まあ、いろんなレストランが入っていて、夜になると結構賑やかになるようなエリアになっている。こちらが最初のシーンで撮った。実際にどの辺で撮ったんですか？実際はこの辺だって、この辺にこう寝っ転がってこんな感じで寝てましたね。こう荒れ狂う季節の中をやってましたね。で今カメラを持ってるカドちゃんは実際にスーツを着てそこに座ってるっていう結構細かいところも出ましたね。うん、はい、ゆっくり手を下ろす。左膝一回まっすぐゆっくり起き上がる。はい、歩き始める。ひらりの PV を見たときにどこでやろうかなって考えてたんですけど、もう一番最初に最初の階段のシーンは絶対ここだと思って、もう最初から決めてましたね、ここは。イメージぴったりでしたよ ね。イメージ完全にぴったりで、でこう後ろにも大きい UB シティの建物があったりとかしていたんで、本家と結構似てるようなエリアかなと思って。ということで2つ目のロケ地来ました。こちら、
ここはチャーチストリートというストリートですね。めちゃくちゃバンガロールの市街地のザ中心地にあるストリートです。土日は若者とかがトッピングしたりとかご飯食べに来るようなストリートで、日本でいうと竹下通りみたいなイメージ、ちょっとレベルの差はあるけど、ちょっとよく言い過ぎたかもしれないけどまあ若者がよくここに来る、バンガロールに旅行しに来た人とかもよくここに来て、なんかご飯食べたりとかお茶したりとかするようなエリアですね。2つ目のシーンですね、こう歩くこういうシーンはここで撮りました。最初さ、こうやって入ってきてさ、こうやって歩くのも確かここだって。そうだね。で、足のこういうのとかもそこで。はいはいはい。この辺だよ。あ、あとさ、俺最初来た時びっくりしたけど、この建物駅なんだよね。あ、これ MG ロードでしょ。うん、 MG ロードメトロステーション、多分バンガロールで一番有名なここだったと思う、こういうやつ。はい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 。ここでこう女子一行生交差するシーンここで撮りましたあったな。なんか難しかったとか印象に残ってるシーンありますか。ここはチャーチストリート編で結構カメラの画角が難しかった。ああ、そうだね、それすごい苦戦した気がする。こう右下からとか左下からとかこうカメラ動かしたりとかさ。そうそう、あと今もそうだけどやっぱ人の通りとさ、そうこの車があるから ね、それを見ながらやるっていうのがなかなか大変だったかなっていうイメージあるね。3、2、1、バイクがすげえ邪魔。2、1。俺一番ここで思えてるのは、ちょうどここでこういうシーンで顔を決めないといけないシーンがあって、そこでめちゃくちゃ大爆笑しながらやったの。確かに。あれもこれも、左右に触れるやつか。あれもこれもの、このね、ここの部分の顔の作りか、めちゃくちゃニヤニヤしちゃって。なんちゃん顔 NG 何回かあったもんな。顔 NG やった。ちょっと似合っちゃったとか、そうちょっと笑っちゃったとかさ、なんか魂抜けた顔しててたりとかな。44というところです。キラリは CG のシーンがあって、その CG のシーンでこう車がバーって走ってる、まあ、あの広い道路のシーンがあったと思うんですけど、これはまさにここの NH44 で
撮りました。でどうやって撮ったかっていうと、今走ってるこの車の前方と後ろに GoPro を設置して、でその撮ったデータを後でこう合成するっていう感じですね。で結構ここのシーン好評で、あの自転車が面白いですとかっていうコメントが非常に多くてですね、これ成功したなと思っているんですが、あのどういう感じで自転車とやったかっていうのはちょっとこんな感じでやりましたっていうのを載せておくので、それ見ていただければと。あの自転車のシーンも深夜1時ぐらい、僕ともう一人飲み会をしていって、うんうん、で帰ってきてちょっとほろ酔いの状況で、このままノリでやるかって言って3時ぐらいまでだよね。顔がこうだとかとかってこうだって言いながら撮ってた感じですね。そうだよね。はいはい、もう一回せーの、はい。しかもなんちゃんのお家で撮ってたから、低い画角とか撮ろうと思ってもね、限界があって、そうすごい無理な体勢で撮ってみたりとかね。グリーンシートもさ、こう幅が決まってるじゃん、うんうん、だからそういうのもあって結構苦戦したりとか。あの自転車もさ、ロードバイクだから、うんうんうん、もうサドルが高いんだよね。そうだよな。だからサドルをあえて取って、抜いて下にタオル引いてあの自立できるようにしてこうやってるっていう ね、 そうそうそうね。なのでよく再現動画見てもらうと、後ろのシーンのところ、お尻の部分にタオルが挟まってる丸見え状態なんだよね。あれダサいけど面白いよね。そう、雨が降ってきまして、これは厳しいな、せっかく行こうと思ってたのに。いや、これがバンガロールの天気だね。これバンガロールだね。本当急に降ってくるんですよ ね、 ね、バンガロールのスコールっぽい感じで、さっきまですごい晴れてたよね。ほんと、いやしかもこれ降り始めると1、2時間でバーッと降って、ね、雷もめちゃくちゃ鳴るしね。うわー、これは無理だな。ちょっと最後のロケ地が、ロケ地だけ来週もう一回撮りに行くかってなっちゃいそうだよね。あ、これはもう無理、無理だな。これは無理だね、これは無理だ、外出れないもんな。あ、インドの生活の知恵は無茶をしないっていう。それは確かに。えぐい、えぐい、えぐすぎる。川みたいになってんのが、ね、ああ見えるか、これで。はい、ということで、あれから1週間が経ちました。本日はですね、最後のロケ地をご紹介したいと思います。見てください、こちらが、まさにダンスを撮った場所ですね。僕のソロのダンスとみんなでダンスを撮った場所です。こちらがエンバッシーレイクテラスという、空港から市内に行く、国道にある、最近できた新しい、住宅地ですね。で結構ここには日本の駐在員の方々も住んでいて、ここを選んだのは僕の友達が住んでいたので、ちょうどキラリの MV と同じような、なんか、なんて言うんだろう、綺麗な感じだったので、ここがいいかなと思って場所を借りて撮影をしました。なんかおしっこ我慢してるみたいだな。もうちょっとやる。あれくん顔は普通で最初の顔はサラリー流したらいいよ。サラリーサラリー君の気持ち好きなんだな。気前すぎた。君との名前のサラリーサラリー。はい。Yeah, yeah, 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 ye
おろすおろすってちょうど撮った時は後ろに桜みたいな花が咲いてたよね。2月中旬ぐらいだった、ね、うん、でこっちからの画角とこっちからの画角みたいな感じで、そうだね、撮りましたね。結構大半の時間をここで撮影したよ ね、 ダンスの練習もここでして、うんうん、その日の朝来て練習してすぐ撮るみたいな感じで、うんうんうん、テイク10ぐらいダンスここやってたもんね。いやいっぱいやったね。で特にさ、こうみんないた時はさ、こういうの合わせたりとかさ、うん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 、こういうの合わせたりとかさ、結構 3,4 時間ぐらいここでずっと立ちっぱで練習しながらっていう感じでしたね。やったね。忘れた、ここ忘れた。それもあるぞ。はい、もう一回。一斉のね。ランディング、ランディング。アパートメントのすごいいいところはとっても綺麗、セキュリティがしっかりしてる、ね、結構インドに住んでるのって汚いとか危ないとか結構マイナスなイメージあるかもしれないですが、意外に住んでる人たちって、まあ、特に駐在員はこういう綺麗ないわゆる高層マンションみたいなところに住んでて、うん、ここもサウナがあったりとか向こう行ったらプールがあったりとか、うん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 、でジムもあるしキッズルームもあるし、うん、日本にいるよりかはもしかしたら設備的な部分で言うといいかもしれない、ね、うんうんうん、結構家賃はお高めっていうふうには聞いてるけど ね、 ここは何十万しますね、うん、だからやっぱり駐在員ならではの特典っていうところはあるよね。21来ましたよ。カメラお願いします。はい、せーの、1,2,3,4。まあ今回の動画は、僕たちがやった辻風さんとキラリの再現動画のロケ地巡りということで、バンガロールで撮った場所をですね、いろいろと見てきました。次回も藤井風さんの再現動画を撮りたいなと今いろいろとチームメンバーで考えてますので、ぜひチャンネル登録して次回の動画を楽しみにしていただければと思います。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。